洋ひまちん S3 チャンネルです。ケロは冗談で、こんにちは、 S3 チャンネルです。今日なんですけど、僕あの1対1動画でハンドリングとかちょっとめちゃめちゃ下手なんで、これを機にあの前回の動画に出てもらった岡山くんにハンドリング習いたいと思います。はい、皆さんお待ちかねの岡山くんによるハンドリング講座になります。はい、いろんな種類のハンドリング教えてもらいました。俺のドリブルの逆の手キモすぎん。はい、これみんなが思っとるよりできんかったから早送りしました。で、この岡山くんのこれね、これちなみに早送りじゃありません。めちゃめちゃ早いけど。で、ちなみにこの回数なんだけど、前で体の前でを50回、体の横に移動させて50回を左右やります。やるそうです。まあこれを俺が50回ずつやったら動画の尺がとんでもないことになるからやっとらんけど、みんながもしやるときはぜひ50回ずつやってみてください。はい、次これはクロスオーバーしたときに床に手つく、これを20回だそうです。はい、次これはフロントチェンジ、レッグスルー、ビハインドしたときに床に手つくって伝わらんね、これ。まあ、動画みたいにやってください。20回です。これはね、マジでむずい。全然俺できんかったからね。まあ、全部できてないけど。あー、これ見たことある。誰やっけ？あ、トレイヤングやっとったやつや。いや、トレイヤングじゃないな。あの、レイカーズのあの、あ、ドワイト・ハワードや。めっちゃやっとった気がする、確か。ってのは冗談で、これは細かくドリブルついてフリースローラインまでついて、また戻るっていうのをやります。これ結構むずいんで、ぜひトライしてみてください。はい、で次これがなんかお手玉みたいにくるくる回すやつ、右回り10回、左回り10回です。これちょっと最初はちょっと難しいかもしんないですけど、皆さん頑張ってやってみてください。ちなみに僕これめっちゃ得意です。あ、これだけね。で、次がツーボールです。これはインサイドアウトするときにまた通すみたいな、ちょっと口で説明難しいんですけど、を前から通すのと後ろから通すのを10回ずつっぽいです。で、ちょっと動画じゃちょっと伝わらんと思うから、岡山くんのクリニック受けたいなっていう人はインスタかツイッターの方に直接 DM ください。待ってます。あの、マジで動画で見るとリアルで受けてみるん全然違うんで、マジであの応募待ってます、よろしく。はい、で次これが1回ついてまた通す、1回ついてまた通すを左右10回ずつです。多分これ全部口で説明するの難しいんで、まあ、岡山くんに直接教えてもらうのがいいかと思います。はいはい、でこれちなみにクリス・ポールメニューって書いてあるんですけど、これクリス・ポールがやっとったメニューじゃなくて、岡山くんがクリス・ポールに教えたメニューね、ガチで。はい、で回数が、大きくフロントチェンジを10回と細かくを10回です、多分。でこれ次が8の字にドリブルつくやつ、前から通すのを10回と後ろから通すのを10回です。これ強く速くらしいです。はい、でこれ次がこれ細かくビハインドつくやつ、これ結構いろんな人やってると思うんだけど、あの始まりです、この人原点です、これ作った人です。はい、でこれ細かくやった後は大きくで、回数は一応20回です。岡山くんが言うには回数じゃないらしい、もう満足するまでやるらしい、失敗するぐらい強くポイントです。で次これがフロントレッグビハインド2回ずつ連続で、で徐々に回数上げてきます、最高4回までです。正直上限はないんだけど、まあ、クリス・ポールは3回までしかできませんでした。岡山くん4回やっとるけどね。で、これ、まあ僕でできたんですけど、まあ特に言うことないんでノーコメントで。じゃあ皆さん、トライしてみてください。
ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン。良くなくてもチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。インスタ、ツイッターも始めたので概要欄からフォローお待ちしております。バイ。